さあ、今回、挑戦するアプリはですね、イヤーワックスクリニックというですね、ゲームでございます。5分間で、この魅力を皆さんにお伝えしていきたいと思います。さあ、これイヤーワックスクリニック、耳なんですかね？なんか、耳、痛いよみたいな表情してますけど。さあ、タップ、スタート。なるほど、耳垢を綿棒で掃除してくってやつっすか。なんだよこれ、気持ち悪い。なんだよこれ。あー、綺麗だった綺麗だった綺麗だった。ひどいですね。まあでもコミカルな絵でよかったわ。これリアルなやつだったってすげえ気持ち悪いもんな。2人目、さあ行きましょう。でクリニックなのに意外と綿棒でやるっていうね。これ耳垢なのかな。うわー、綺麗になった。きったー、いいよ見せなくていいよ。いいよ、まあ お客さんに見せるんでしょうね。あー、なんだ、ドリルみたいなアイテムゲットしましたけど。なるほど、レベル上げていくと。いやー、気持ち悪い。あ、そういうことね。これクリニックを豪華にしていくってことね、これね。椅子、あ、まだこれポイントないのかな。さあ続いて、うわー、なんだよこれ。さあドリルで、うわー、結構振動くるな、ドゥルルって。これ耳毛なのかな、耳毛カットしてんのかな。また奥にあった。なるほど。いいわこのステージの進み方。最初手前の耳毛を処理して、さらに、ね、めっちゃ光ってるけどこの耳垢を取るってことね。うん、耳毛、なるほど。いい、見せなくていい見せなくていい。終わった後お客さんに見せんだよな、こんな感じで取れましたけどみたいな感じでね。汚いですね。さあ、じゃあどんどん、ちょっとラストぐらいでいきますかね。こういうね、綺麗な女性ですけど、ちょっと暗いな、ライト付きなんだこれ。いや、何これ。あ、さらに新たなアイテム、ちょっともう次のアイテム使って、もう大体分かりましたよ、もう容量は。あね、こうやってね、たまったコインとかで、あ、ソファーとかね、このクリニックを豪華にしていくっていうことですね。デスクとかね。さあ行きましょう。何これ、耳垢じゃないな。どういうことこれ。レーザー治療的な。うわーな、この子汚いな。この子汚いな。何なんだよ、これ。何これだ。この耳垢。あ、ちぇ、あー、さらに。なんか出来物取って、耳垢取って、最後耳毛。ああ、いいですね、綺麗になりましたね。ねえ、この女性意外と汚かったっていう、これやだな。男性客でやってあげて。さあ、ということで、なるほど、ただただ耳垢取るだけじゃなくて、これなんか耳毛とか、なんかその出来物をね、これ治療していくってことですね。まあ、こうやってやってどんどんポイント稼いで、クリニックね、もしかしたらね、歯科衛生士だったりとか歯医者さんだったりとかね、まあ、そういうクリニック開業したくて、 ただ半ば途中で夢を諦めた方におすすめするね、これでちょっとね、クリニック開業したみたいなね、気分を味わっていただきたいと思いますね。これだからメッセージ性が強いゲームなんで、実はね、見た目は綺麗でも中汚ねえぞみたいな、そういうのもあるっていうね、そういうメッセージを伝えていくゲームアプリなんでしょうね。皆さんもぜひともやってみてください。というわけで、イヤーワックスクリニック、今回ご紹介いたしました。今日は以上です。